はい、それでは今から、開作の、し終わった心拍の説明をしていきたいと思います。はい、それでは今から説明していきたいと思います。これは以前に描いた絵なんですけれども、この絵で、まあ、分かる通り、以前の樹形というのは、まあ、向かってですね、右側の枝がものすごく、もう枝がわーっと出てました。でこっち側の枝がものすごく元気していたっていうのもありまして、まあ、頭の方の樹勢が非常に悪かったんですよね。でこっち側の枝を、まあ、ちょっとこう抑えないといけないっていうのがポイントで、まあ、こっち側の枝も少しは残すんですけども、こっちの方もそれに伴ってバランスを変えようということですね。でそれで、まあ、アフターでは、まあ、一応頭の中で構想してたものでは、まあ、こっち側に、まあ、枝がだいぶあったものをもう少し縮小させる、そしてこっち側にものすごく枝が多かったものを、ここにちょっと小幹のようなものを少し残して、まあ、枝をちょっと2箇所ほど残して、でこの辺りに奥行きのあるような枝を少し残しながら、頭も軽くまとめるというふうなことをして、まあ、全体的にこう優しいこう、まあ、樹形のような形に持っていきながら、まあ、一番最初の段階としてはこういう形に持っていくというふうな、まあ、構想を立てました。まあ、実際に、それでは今から改作のし終わった心拍の方を見ていきましょう。はい、それでは、説明していきます。まあ、こちら側にあった枝もだいぶ元気な枝だったんですけども、こっち側の枝もだいぶ、まあ、枝抜きました。抜いて、まあ、軽く見せて、まあ、差し枝を作って、で、まあ、頭の樹幹部、そして、まあ、頭の樹幹部から下の枝、それと、まあ、奥行きになるこの枝っていうふうなのを残して、まあ、だいぶこうちょっとそれなりにこの枝も縮小させました。それと、まあ、一番元気な方の枝ですね。でこの枝なんかはもうだいぶ大きな枝をね、もうだいぶ抜きまして、こっち側の枝ももっともっとうーんと長かったんですけど、でその枝ももう外しました。で外して奥行きの方の枝もかなり長かったんですけど、でその枝ももう取ってしまいました。でこっち側の枝も前の方にこういう風な枝があったんですけど、もうここに木枝がねありまして、でここの小幹の方もありますし、ちょっと、うん、もうあんまりこうごちゃごちゃあってもおかしいかなと思って、この枝も抜いてしまいました。でこの枝ももうだいぶ弱ってましたんで、逆にまあ間延びしてたような感じだったんですけど、まあ前に持ってこようかとかいうふうな感じのことも思いましたけど、それでもやっぱりちょっとここの枝がねありましたから、まあやっぱりちょっとかぶるっていうのもありましたんで、どちらかというとそれよりは将来的にこっちの奥行きの方の枝をもう少しこう伸ばして、でその枝が今度出てくることによってもう少し奥行きっていうのがはっきり出てくるようになると思います。でそれとこちら側の枝も徐々にこう奥行き感っていうのがちゃんと幅張りが乗ってくると表現できてくると思うんですよね。でそれでまあなおかつ樹形は縮小させながら、まあ、幅張りの濃密度は上げていくっていうふうなことで、古木感っていうのがこう創出されるというふうな感じの、まあ、思いでやりました。はい、まあ今回の、まあ、心拍の改作ですね、まあ、このような形でさせていただきました。まあ、これで将来は鉢を変えればもう少しこう見た目も良くなっていくと思います。また樹勢の方もね、またどんどん、まあ、これでもうちゃんときちっと心拍の成長点というのは残ってますから、まあ、今年の冬なんかでもだいぶ葉っぱも動いてきて、また来年の春にはだいぶ葉っぱも混んでくるんじゃないかなと思いますね。でそれに伴って、まあ、こちら側の元気しているところっていうのはちょっと、まあ、枝を少し、まあ、間引きながら作っていくと、でそれで、まあ、樹勢のバランスを整えていくっていうふうな、そういう感じの対処法を今回は、まあ、させていただきました。はい、皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。これで、まあ、以上改作動画になりましたけども、また今後も、このような動画を作り続けていきたいと思いますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またいいねいただけますと、非常に嬉しいです。それでは、今回はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。